交換手数料は、主として、カードが使用される取引を受け入れるために、銀行間で支払われる、手数料を表すために、カード業界で使用される用語である。通常、販売及びサービス取引では、何らかの商品を販売する、側の銀行が購入する、顧客側の銀行に支払う料金のこと。また、現金取引の場合、交換手数料は発行者から取得者に支払われ、 時に逆交換などと呼ばれることがある。クレジットカード、またはデビットカードでのトランザクションでは、支払う側のトランザクションのカードを発行する銀行が、加盟している、店のクレジットカード、またはデビットカードのトランザクションを処理する取得銀行に、支払う金額から交換手数料を差し引く。取得銀行は、取引の金額から交換手数料と多くの場合、 割引銀行と呼ばれる取得銀行または独立販売組織に対する追加の手数料の両方を差し引いた金額を販売者に支払う。ただし ATM での現金を引き出す取引の場合、手数料はカードを発行する銀行から取得銀行に支払われる。これらの料金はクレジットカードの独自のネットワークによって設定され、クレジットカードに対する 様々な料金を構成する最大の要素であり、一部の見積もりではこれらの料金の7割から9割に相当する。そして一般的には割合より少なく支払うことがほとんどである。交換手数量には複雑な価格構造があり、これにはカードのブランドや地域、管轄、クレジットカード、デビットカードの種類、受け入れる加盟店の種類と加盟店の規模、 取引の種類などで左右されることもある。交換手数料は通常定額料金に合計の購入価格の割合を加えたものである。アメリカでは手数料の平均は取引額の約2%であり、欧州連合では交換手数料はクレジットカードの場合は取引額の0.3%、デビットカードの場合は0.2%に制限されている。近年、 アメリカでは交換手数料は論争の的になるような問題となっており、規制及び独占禁止法の調査の対象となっている。ウォルマートなどの多くの大手企業は、手数料価格を交渉力が強く、一部は現金、またはピンベースのデビットカードを好むが、大部分は主要なネットワークブランドのカードの使用を拒否できないと考えている。これは、 交換手動の料金が利益率を超える場合でも当てはまる。オーストラリアなど一部の国では交換手数量が大幅に低く設定されているが、アメリカ政府監査員の調査によると取引者が享受した貯蓄は消費者に引き継がれていない。この料金はアメリカで継続中のいくつかの訴訟の対象でもある。クレジットカードを使用するための 端末交換手数料の仕組みを解説する政府、監査員のレポート画像交換手数料は、ビザやマスターカードなどといった企業ごとの独自の支払いネットワークによって設定される。アメリカでは、カード発行会社は現在、交換手数料から年間約300億ドル以上の収入を得ている。ビザ及びマスターカードによって徴収された交換手数料は、2004年は、 合計約260億ドルだった。2005年には約307億ドルで2001年と比較して約85%増加した。交換手数料の期限はいくつかの論争の問題である。多くの場合、発行者と取得者双方の適切な関係を維持し、銀行のネットワークに引きつけるために考えられたと想定される。しかし、 ジョージタウン大学法センターのアダム・レビジン教授の研究では交換手数料はもともと銀行がアメリカの利息法と真実の貸付け法を回避する方法として考えられたことを示している通常手数料の大部分は発行銀行に送られる発行銀行の交換手数料は加盟店が取得銀行を通じて支払いのためにクレジットカード取引または デビットカード取引をする際に取引者などによって収集された金額から抽出される。銀行は信用できる顧客からの延滞量や利息から多額を得るのではなく取引者に請求される交換手数料で利益を上げることに対して望んでいる。交換する例とは様々な理由で異なる。例として報酬を提供するプレミアムクレジットカードは通常 標準のカードよりも交換率が高くなる。クレジットカードを用いて行われた取引は一般的にデビットカードでの取引よりも高いレートを持ち、そのレートは通常ピンのデビットカードの取引よりも高くなっている。電話やインターネットなど売買される直接、行われない販売は一般に直接提示されるカードでのトランザクションよりも高い交換レートの対象となる。これは 不正な取引のリスクと割合の増減などによるものである。交換はすべての取引者を対象とする業界標準であることに注意することが重要である。これは商品などが販売される発行を促進し、発行銀行が特定のブランドなどを発行するよう誘致するために設けられている。より高い交流は多くの場合特定のブランドなどの発行を促進する。 スキームのツールであることが多い。ハリスインタラクティブによる2007年1月の世論調査によると交換するための料金を尋ねたのは一般のうちの約3分の1のみであった。かつてそれらの人々に解説したところ9割はアメリカ議会がクレジットカード会社に消費者により良い情報を提供するよう強要すべきだと話した。いくつかの国の規制当局は 価格協定の潜在的な例として、交換レートと料金の集合的な決定に疑問を提している。特に、アメリカに拠点を置くマーチェンツ・ペイモンツ・コーエディションや、マーチャント・ビリオブライツなどといったグループも、交換手数量が必要以上に高いと主張している。発行銀行は、交換手数量を削減すると、カードの所有者のコストが増加し、 すでに発行されたカードの報酬を満たす力が低下すると主張している。連邦準備制度が実施された2010年の公共政策研究では、交換手数料の報酬プログラムの側面は、低所得世帯から高所得世帯への非自明な金銭移転をもたらすと結論付けた。取引者の手数料とカード報酬を減らすと、消費者のふ利が増える可能性があるとしている。 支払いカード交換手数料、販売者割引ハントラスト、訴訟ペーメントカード交換手数料と、マーチャントディスカウントハントラスト訴訟は、2005年にビザ、マスターカード、及びその他のペーメントカードを発行する多くの金融機関に対して承認及び業界団体が提訴したアメリカの集団訴訟である。この訴訟は、クレジットカード業界での価格修正及び反、 競争的とされるその他の取引慣行によって提起された。和解案は2012年11月に事件を監督する裁判官から予備承認を受けたが指名された集団の原告の大多数は反対し多くは和解を拒否することとした。2013年12月アメリカ合衆国地方裁判所のジョングリーソン裁判官は72億5000万ドルでの 和解を言い渡した。この和解により、商人や取引者の交換手数料が削減され、また今後の問題に関する訴訟から、クレジットカード会社が保護されることになる。立法、議会の調査アメリカの上院審理は、交換料金表とカード運営の規則を取り巻くことに、対してに焦点を合わせた。2006年、ビザとマスターカードは、双方とも、 いくつかの料金スケジュールとカードのルールの概要のレポートを公表したが、完全な資料を公表するよう圧力がかかり続けている。2007年1月、上院銀行委員会委員長のクリス・ドットは、クレジットカード業界の実務に関するヒアリングで交換手数料を引用し、3月に手数料はノーム・コールマン上院議員に再び批判された。2007年1月、 マイクロソフトのビルゲイツはオンラインマイクロペイメントでは競争力がないとマイクロソフトが考える重要な理由として高い交換手数料を上げた。2007年3月マスターカードは料金体系を変更しクレジットカードの回の基本ティアを2つの新しいティアに分割すると発表しました。ウォールストリートジャーナルの記事は平均して 新しい金利が上昇しているかどうかを判断するのが困難になっています。とした。マスターカードのスポークスマンであるジョシュア・パイレス氏は、この新しい構造でクレジットカードのポートフォリオを分割するためのより洗練された方法が得られると述べ、全米コール業協会の顧問マロリー団ン,ンは、彼らはできる限り絶対に各層の価格を設定している収入を最大化できます。と話した。 2007年7月19日、会員司法委員会の独占禁止のためのタスクフォースと呼ばれる組織は交換手数料の特定の問題を調査する最初の聴聞会を開催した。NRF の顧問団幹はクレジットカード業界の代表者と同様に証言した。パネルを率いる小委員会のジョン・コニャーズ委員長は、私は公然と聴聞会に参加しますが、証拠金の負担は、 クレジットカード会社にあり、インターチェンジ手数量の増加は商人を傷つけず、最終的には消費者。と述べた。2010年10月1日、ダーピン修正は、2010年のドットフランクウォール外改革、消費者保護法への最後の追加として発行した。その結果、銀行は、東西預金商品で提供されるインセンティブを制限し始めた。また、 カードの使用量を顧客に請求することを開始すると発表した人もいた。同月、ビザとマスターカードは交換市場の競争力の問題に焦点を当てた独占禁止法訴訟でアメリカ司法省と和解した。両者はロゴを表示する取引者が特定の種類のカードを拒否したり、より安価なカードを使用することで消費者に割引を提供したりすることなどに同意した。 2002年、欧州委員会は、反競争的取り決めを禁止する EC 条約の第81条からビザの多国間交流料金を免除した。ただし、この免除は2007年12月31日に執行した。イギリスでは、マスターカードは、厚生取引局による調査中に交換手数料を引き下げた。2007年1月、欧州委員会は、 ディテールバンキング部門への2年間の調査結果を発表した。レポートでは支払いを行うカードと交換手数料に焦点を当てていた。報告書を公開した際、ネリー・クルース委員は我々が検討した多くのスキームにおける現在のレベルの交換手数料は正当化されていないようだ。と述べた。報告書はこの問題のさらなる研究を求めた。 2007年12月19日、欧州委員会は、マスターカード及びマエストロブランドのデビットカード及び消費者のクレジットカードとの国境を越えた支払いカードの国際取引に対するマスターカードの多国間交換手数料を禁止する決定をした。欧州委員会は、この手数料が反競争的合意を禁止する EC 条約の第81条に違反していると結論付けた。 マスターカードは第一審裁判所に欧州委員会の決定を上訴した。控訴は保留中であるが、マスターカードは多国間交換手数料を一時的に廃止した。2008年3月26日、欧州委員会は欧州経済領域内でのクロスボーダー取引のビザの多国間交換手数料を呼び、全てのカードを尊重規則の調査を開始した。 イギリス以外の EU 加盟国の独占禁止当局もビザとマスターカードの交換手数料を調査している。例として2007年1月4日、ポーランドの消費者保護局はビザとマスターカードの交換手数料を共同で設定した20の銀行に合計1億6400万ズウォの罰金を課した。2015年3月、欧州議会は交換料金の上限を クレジットカードの場合0.3%、デビットカードの場合0.2%に制限することを決定した。上限は仲介者がいる個人カードにのみ適用され、企業に発行されたカードやアメリカンエキスプレスによって発行されたカードには適用されない。2003年、オーストラリア準備銀行は取引手数料を約0.95%から約0.5%に、 大幅に削減することを要求した。注目すべき結果の一つは、リワードカードの使用が減少し、デビットカードの使用が増加したことである。オーストラリアは、ビザやマスターカードなどのクレジットカードネットワークによって、確立されたポリシーで、加盟店がクレジットカード使用料をカード所有者に請求することを禁止する追加料金なしルールも削除した。オーストラリアは、 デビットカードの交換レートも変更し、交換料金を完全に廃止することを検討している。2016年2月、競争及び消費者補正法が法律になった。2006年、ニュージーランド商務委員会は、ビザとマスターカードに対して、訴訟を起こした。これは、交換手数料が価格を固定し、競争の大幅な軽減をもたらすと主張している。 2009年秋に訴訟が開始される直前に、訴訟は法定外で決着した。追加料金なしのルールは禁止されており、小売業者はビザ及びマスターカードの取引費用を顧客に引き渡すことができ、カード発行会社はビザ、またはマスターカードが設定した限度内で独自の交換手数料を設定できた。また、ニュージーランドのマスターカードのすべての発行者は、 最大料金を請求すると発表した。欧州委員会は2013年に和解の結果を検討した報告書を発表し、多くの商人や取引者が和解前よりもクレジットカードの受け入れに高い料金を払っていることを示した。ありがとうございます。